ダブルクロスか、はい、これですよね。ここが決まりませんでした。入っていくのはこれ走られましたね。そして走って決めていきます。中でさどうするか。ベンドラメに渡す。相手待ちながらベンドラメ、いいですね、はい、ここはしっかりと決めていきました。ここも倒れています。山内、クロスできましたが決まりません。エアボールですね、はい、あこれもアウトナンバー走られてますよ。ジョーンズ今度はダンクしっかり決めていきました。中に切り込めるか田渡りですが、マカドゥこの距離を打っていって、あこれを決めていきました。時間がないという人まで打っていったんです、ね、距離も結構ありましたけどね。スキップパスからコーナーから打って決めていきました。いいボールでしたね。いろんなシュートも決めてますね。決めてますよね。スリーポイント決めてるんでね、はい、フリースローもしっかり決めました。それに対してこれカウントでしょうね、はい、カウントです。あのヒックスこれができるんでね、はいはい、おっと上手、これチャンスですね、はい、関のしかし2人取ってきた。よく見ていったタイムダウン。素晴らしいチャンスですね、これは。山内、おーナイスパスでギネス飲んだ。いや前半の読んだようなスチールもそうですけど、ギネス細川に入ってドライブで行く。これですね、今細川リバウンドキングが来ました。これで同点。集中したいなんですけど、クイーンどうすか。花丸がもらいに来て、ね、この合わせ、はい、しっかり決めて同点です。トップで開いたんですよ。よくチップしましたね、はい、今ね。そして自ら打って、おースリーポイントまた決めていきました小島。サインボールオクイン自ら行くか。オクイン引かせて強いです、ね、決めていきました。強引に決めてきました、はい。1回2回しかないということはもう完全に入れないと試合は追いつかないということですから、これを入れると大きいですね。うわあ、これは大きいスリーポイントでしょう。細川ですが、この中で今日も20分超え。おっと、ここでダメだ。得意が決めていきます。63対74、もう時間がそのまま過ぎて試合終了のブザーです。